フゴルフの初心者の人がね、この頃ね、その最後のグリーンのとこあるやん、うん、で、なんか踏んじゃいけないっていうか、ほら芝生を見るのにさ、踏んじゃいけないところがあるんだって、ルールがあるんだって。でもこの頃もうそれをもう無視して、あの踏んであれをこう見るね、ゴールとカップの間なんか踏んだらすまん、それ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 、っていうのでそれをするとね。あとはあ、そういったらね、そうで失格になるんだよ。で、あのあれ、お相撲の今見合って見合ってのあそこ、うん、とかのあの見合いあれの仕方もなんかこう正々堂々じゃない感じの取り組みが多いって、なんかこうほらチョンってついてこいみたいな、なんかあとね野球のことでなんか言いましたね。だけどこの頃なんかね、うん、その勝ちたいのは分かるって、結果を出したいのは分かるけど、なんか正々堂々としてない戦い方を見ると、そうなんだ、そこまでしてその勝ちに行きたい結果じゃないような気がするっていうので、この頃この気になったのはこの3つって言うとね、なんかね、なんかね必ず思い出したけど、渡辺先生はね、その結果の出し方、うん、結果の出し方がもう小ずるかったらダメって、うん、正々堂々とやれと、うん、っていうのを教えてくれるし、あ、そうそう、昔から小賢しいのはダメだと、うんうん、そう、なんかね、そういうこう王道みたいな話を昔からしてくれましたね、うん、昔からのね、うん、そう、でそのためにはね、うん、そのためには毎日の日々のレッスンしかないと、ね、うん、いうので練習はもうそれぞれ自主練習せない感じだけど、で私たちの学年がまあ一番上の時に、まあ、九州大会に来っちゃうけど、その九州大会のそのあれよ、ミキシングがいいとよ先生の、確かにあのね、私たちの曲ってね、タンタカタンタカタンタルルルルルルタンタカタンタカタンタルルルルっていうのがあの本当の速度やったわけ、マーチやけね。だけどそれは本当にマーチである、あの本当にマーチングである時の速度はそうだけれども、それよりも速くなっても構わないみたいなことの解説が書いてあったわけ。だけど先生はそっち側を通って、それよりももっと速く、タンタカタンタカタンタルルルタンタカタンタカタンタルルルタッタカタン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 タッタン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 っていうふうに、あの速度をものすごい発信したわけ。でこれが斬新ってたるか、もう戦慄がもう消えてなくなってるとっていうふうに言って、黒曜があったっちゃけど、結局は斬新っていうことで素晴らしいあの解釈の仕方だっていうので九州大会に行くわけよ。で思ったのはね、ものすごく実力ある人の場合はさ、テンポをゆっくりして話あの歌ってもとか吹いてもアラが出ないやん、うん、下手くそがさゆっくりしたらアラが出ると思うわ、うん、だけそうそう出る出る。だけ私たちみたいな下手くその集まり寄せ集めやけん、先生は速度を速いことで私たちの結構そのそうそう、まあごまかしたわけじゃないんだけど、うん、そのこの材料でうまい料理を出すにはこうした方がいいっていうことでしてくれて、私たちそれを素直に聞き、私たちだったけよかった。であと注釈で早いでもいいって書いてあったやろ。でそのことを先生がちゃんと説明してくれたと。だけど誰も先生に反対する人はおらんかったし、もう先生のそのタクトを信じたわけよ。でそれで初めてまだサンパレスができて何ヶ月か目よの綺麗なサンパレスのね舞台に出させてもらって、っていうのでさ、もう昨日もさちょうどその話しとったんだけどさ、だけなんかね、どう歩いていかるただね、ただみんな聞き、あの時打楽器どうやって運んだとかいなって、俺中学生やけん誰かに運んでもらったわけよ。だけど覚えんってみんなさ、打楽器どうやって運んだっちゃろうかってね、大人になったらみんないろいろね、いろんな人の手を借りてそこがあったんだなっていうのが気がつくよね。昨日もさ、いいやつ、打楽器ってあのあれね、ティンパニーとか、ティンパに持って行っちゃったんで、うん、そりゃあれで学校の先生たちがおらん間にあのケトラに乗せて持って行っちゃう、うん、多分ね。いやだけど誰かがしてくれとんしゃあとよ。それかその頃の父兄さんって一生懸命しよった人はどうかなって。わあちょうどのお手を借りてさ、昨日さっきのほらお家元への、 あのお礼状じゃないけどね、若い時には見えなかったものがあの
見える年になって、この五感を大事にしていきたいと思いますって言ってさ、わほら山が緑がほら綺麗って言って、脇見させたら危ないけん、山がね、山笑う、山笑う春、山あれ上の左側の建物なんだよ、左側の建物、それこそだけそれじゃない、いや、あ左側の、うん、あれがそうか、そうそうそう、ホールやけ、こっから多分こう入っていけるはずよ、ほらほら、あそこから、そっちが、もうちょ、あ、あれに行くんだ、そうよ、あ大きい見えた、ものすごい、のどけん、あれやけん、ホールやけん、こうの音も響くじゃん、これは太陽光システムで、これは何しようと、これ何が、もしかしたらあれ、あの旗の上げ下げをこの電気を使って自動でやってますってこと、うん、そういうことやろな、いや関係なかすなさそうよ、本当でも、うん、よっそ、これせっかくやけど何かの電源取りのしゃろうもん、うん、飾りじゃないと思うよな、こういけちゅうね、そういうこと、そういうこと、こっち側から来た時はね、ほら末町役場の近く、まあ、あれがコンサートホールかよ、あなたさ初めて来たみたいな、そんな、そこは初心者、あの今日の豆屋に行く時もそうやけどさ、そういう時は初心を忘れるようにっていうのとはちょっと違うと思うよ、初めて来たとかさ覚えてないとかさ、あれ覚えとか、そういうことこれ、いや今高台にあったあらなんかね、ちょ思ったあれやったんやね、ちょこれじゃないと、あこれじゃなかったの、またバックリが、あこれ入れた、あっこれあれだったんだ、中学校、学校、学校やった、うん、あー過ぎた、やっぱあれに行かないけん、なんでここよ、これかい、うん、これ正解かい、そうよ、あなら、そこの、あれ車いいっすか、それ、うん、こっち行ってください、はい、どうもです、あ、今のが多分稲川先生の弟さん、今の帽子、うん、うん、先生の弟さんね、だ二刀車郎が、あ、みんな本当続々と集まってきましたやん、目的地周辺です、音声これにポーチ入れとった方がいいかもしれない、運転お疲れ様です、 OK いいですか、はいはい、ありがとうございます、お世話かけます、デーンテカテーンテテテカバルル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